宇嘘園地は、三重県渡来郡南伊勢町、宇嘘半島に整備された公園である。名谷浦漁港と三重浦漁港の間にある山中一帯に広がり、園内に4つの展望台が設置されている。園内の展望台から見える入り江が、ハートの形に見えるとして、恋人の聖地に認定されている。宇嘘園地は1977年2月8日に、当時の南東町の沿岸部が、 伊勢島国立公園に編入されたことを受け、国立公園事業として1978年7月13日に整備が決定し、1979年3月25日に第一期工事を終え、開園した。園内にはリアス式海岸を望む展望台などの継承地がある。展望台周辺は手付け数の自然が多く残っている。 伊勢島国立公園は2016年7月に日本国の国立公園を世界水準に引き上げるモデル公園の一つに選定され、その一環で重点整備地点ビューポイントが伊勢島国立公園内で21カ所決定された。武装園地はビューポイントの一つであり、三重県の2016年度一般会計補正予算案に、 嘘を園地の案内表示の多言語化やトイレの様式化、駐車場の拡幅のための予算が上定された。展望台からは、親子大橋を見ることができる。親子大橋は入り組んだ地形にあるため、両方を同時に見られる場所は珍しい。正面に、太平洋、左手に、逃げ湾、右手に、親子大橋が見える。四つある展望台の中では最も標高が高い。展望台からは、 親子大橋を遠くに望み、紺碧の海と緑の島々、真珠のイカダ周辺の漁村が見通せる。新前湾を望み、黒マグロの養殖池巣が見られる。立花の展望台と漢字表記することもある。2018年8月1日公開の恋愛映画、青夏君に恋した30日では、主役の二人が湖を眺めるシーンのロケーション撮影がここで行われた。 作中で、青い若な演じるリオが、佐野勇と演じる銀像に思いを伝えた場所であり、ここからの景色は、ロケ隊の高い評価を得た。名前の通り、武装半島の先端のすぐ近くの太平洋上に、位置するみ、江島が見える。ここから、笠原ラギを眺めるとハート型に見えるため、恋人の聖地の認定を受けている。なお、笠原ラギは、 実際には入り江であり、入り江の出口が狭く海水の出入りがほとんどないため、地と呼ばれている。陶器は笠ら基地の中に、青さの乗り袖が浮かぶ。地界の鐘という高さ4.5メートルのステンレス製のモーニュメントが設置されている。またマナカギをつけるカギ台もある。カギ台につけるマナカギは、南伊勢町観光協会や、町内の商店、宿泊施設で販売している。 嘘を園地の展望台からは、笠サラギが、ハートの形に見え、ハートの入り江として2015年4月1日に、恋人の聖地に認定された。ハートの入り江は、三重県内では、飛ばし沖の上島に次いで、2番目に、恋人の聖地として認定された。恋人の聖地認定と南西町、南東町の合併10周年を記念して、同年10月3日に男女を象徴した2つのハートに、 金がついた、モニュメント、誓いの金が除幕された。ハートの入り絵は、伊勢飛島観光連絡協議会が2008年4月に作成した観光ガイドブック、あっちゃこっちゃええやん。伊勢島で紹介されたが、この時点では、地域住民でも知るものの、少ない、隠れた名所であった。また、朝日新聞の渡瀬美のるが、南東町役場から紹介を受けて2000年に、 嘘半島を散策した際に、嘘園地の各展望台やかさらぎ中を訪れたが、ハートの入り江という記述はしていない。ハートの入り江が最もくっきり見えるのは三重島展望台である。恋人の聖地プロジェクトのウェブサイトでは、ここで永遠の愛を誓うと良いと紹介している。住所上は、南伊勢町道行別追だが、嘘園地のある場所は、道行別追の飛び地にあたり、 どちらかといえば、名屋浦に近い。公共交通を利用する場合、JR 近鉄伊勢市駅から三重交通路線バス、道方駅に乗車し、終点の道方で、南伊勢町 A バスとな橋、子は、新前方面行きに乗り換え、豆方で下車する。ここから、武装園地まで徒歩約70分かかる。こうした、アクセス条件であることから、南伊勢町観光協会では、 自動車でのアクセスを推奨している。自動車を利用する場合、伊勢自動車道玉城インターチェンジより約50分、帰省自動車道、帰省大内山インターチェンジより35分から50分、島市街地からは約55分かかる。専用駐車場が整備されていない展望台もあるが、自動車を駐車できるスペースはある。ありがとうございます。